皆さんこんばんは。猫なめです。今日はちょっとね、東京サイコーデミックっていう、実写も含まれている、結構推理ものになるんですかね。パンデミックみたいな感じの内容になるのかな。ここの特殊捜査事件簿っていう、まあ、こういうふうに見る感じで言うと、若干あれっぽいのかなって思うんですけど、新流行り神的なイメージのゲームなのかなって思ってるんですけど、ちょっとね、すごい気になって、こういう感じのゲーム好きなので、でもちょっとね、なかなか買うきっかけがね、ちょっとないままここまで来ちゃって、体験版をこのタイミングでね、やってみようかと思いまして、ちょっとこの夏の体験版祭りとでも称してやっていこうと思います。初めからちょっとやってみましょう。調査を始めよう。いい声だね。ユーザー登録。やっぱりね、ちょっと名前から決められるところあたりもなんか新流行り神っぽいところあるな。はい、そういうわけで、新流行り神3の時と同じババアゾノの猫なめだったと思うんだよね。ババアゾノは間違いない。ババアゾノの猫なめでいこうと思います。登録。こちらの名前でよろしいでしょうか。まあいいよ。体験版だしね。ID。ID？ いいの？これで。これで私はもう特殊捜査一課の1900、あ、に、2019年？上野動物園にジャイアントパンダの新しい飼育施昨設が日完午前成。3時ごろ、東名高速道路上り線にて大型トレーラー車の保健所で1医療機関あインたりフルエンザ。10人のインフルエンザ感染者を確認東しまし京た。都ウイル港ス区のか。マンションに住ウイむル女ス性ね。から手東首京の都手江東区首。千葉にあこわ。る薬品倉庫にて大規模な火災が発生しました。出火から1大時晦日から新年のカウじゃ、ントなんかダウンリイアベントル。などすごい。多くの人が集まりました。やっぱ実写だとリアルね。インフルエンザウイルスで死亡者を確認しました。インフ東ル京エン都ザ内なでんのだ。インフルエンザ流行が止まりません。猛威を振るうインフルエンザでさらなる犠牲者です。インフルエンザによる死亡者は15名となりました。少なくね？ ごめん。インフルエンザによる死亡者少なくね？絶対もっと毎年いっぱい死んでるから。15万人とかならまだわかるよ。Some analysts suggest that Japan's Ministry of Health, おう、Labor and Welfare may be hiding this. 何かを猛威を振るう隠インフしルエてンるザが日本新の型のウイルスであること厚が生分かりまし労た。働省が。新種のウイルス、インフルじゃなかった、やっぱり。なるほど。コロナのようなあれになったと。日本政府は緊急事態宣言の発令と東京都の封鎖を決定しました。なんていうんだっけ、シティ、ロックダウンをそう、ロッ実ク行ダすウンるね、ことロックダにウン。決定しました。コロナの頃思まい出すた、なぁ。これ以上感染をさせないためにも、ご協力のほど、あらら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 。これ首相？首相かなんか？それとも厚生労働省のお偉いさんかな？大臣かな？ 3 年後だ、もう3年経っちゃった？あれから3年。世界は変わった。変わっちゃったね。ゾンビウイルスのようになっちゃいました。何ですかこれ。スキップログテキスト送り。テキスト送り。スキップはしないよ。何これ、私テキスト送んなきゃダメってこと？2019ああ、なる年ほど。12月に東京都で発生した未知のウイルスによる新型感染症は、なんかこれ、あれだね。ブラウン管テレビみたいな昔の、なんかちょっとレトロな雰囲気ね。瞬く間に全国に広がり、致死率40%というエボラ出血熱を上回致る死高い水率準を示した。40%はすごい。インフルエンザではありえない。海外への出入国も制限され、特に感染者の多かった東京都へと続く幹線道路は封鎖された。東京、じゃあ東京壊滅だ。つまりロックダウン、首都封鎖である。なんか、コロナの時中国とかで起こってたことが日本で起こりましたということね。効果的な治療薬もないまま、
感染は一般市民から医療従事者、警察官や自衛隊員にも広がり、あららら、らついには国家中枢にも達した。いや、もうこの入りがもう面白すぎるじゃん。時の内閣総理大臣と官房長官、厚生労働大臣など、スケールがでかいんだよね。主要官僚が相次いで感染し、帰らぬ人となった。それじゃまとめる人いなくなっちゃうね。国内の死者数は20万人を超えていた。まあそこそこな人数か。限界体制の中、臨時政府が発足され、新たな内閣総理大臣。でもさ、ゾンビウイルスよりマシじゃね。あのバイオハザードの世界ではもうそれどころじゃなくなってるんですよ。新たな内閣総理大臣ね。新型感染症への治療法を発見し、多くの重症者の命を救った元感染症の専門医だった人物が抜擢された。ほう。新総理は次々と新型感染症への対策と経済対策を打ち出し、そのどれもが成果を上げた。これね、ボイスが読み上げてくれるから非常に助かるね。こっちとしては喋んなくていいから、喉が枯れないから、自分の喋りたいことだけに集中して喋れるっていうのが非常に助かりますね。この動画を撮るというゲーム実況者の視点から言うと非常に助かりますね。感染者数は目に見えて減少していき、やがて猛威を振るった新型感染症は収束した。あー、よかったね。収束するならよかったね。とりあえずね、収束しなかったら大変なことになるから。ただそこで終わらないんでしょ。しかし、それでめでたしめでたしになっちゃうからね、それだとね。しかし世界は変わってしまった。変わったんだね。確実に、そしてひそやかに。その変化は私たちの目の前へと現れようとしていた。さあ、どのように変わってしまったのでしょうか。パンデミック後の東京、警視庁立ち入り禁止。これは私なんか動かす。東京都新宿区医療法人、これなんて読む、三幸って読むのかな。三幸製薬ビル、製薬ビルですって。お疲れさん。渋いね。モトラ警部補、ご苦労様です。モトラ、変わってるね、名前ね。誰。ご苦労様です。何今の、なんかど素人みたいな喋り方。渋い。これはひでえな。ちょっと動くのね、キャラクターが。なんか変死体でもございましたでしょうか。すごい匂いですね。肉の焼けた匂いだけじゃなく、何ですかこの匂い。なんかこういうキャラクター、なんかちょっと目の下にほくろがあんのよね。なんかちょっとセクシーに見せようとしてんのかな。枯れ草のような、使い古しの油のような匂いが充満していて飽きそうですよ。枯れ草と使い古しの油の匂いは全然違う匂いじゃない。同じなのそれ。似てんの。使い古しの油の匂いって枯れ草みたいな匂いしてたっけ。あの酸化した油のことでしょ。あれ枯れ草と全然違くない。枯れ草っていい匂いするよ結構。だってあれをさ、土の中に入れて腐葉土とかにしたらすごいいい感じになるんだから。充満してて吐きそう。おい清原、仏さんの清原っちゅうの。君清原っちゅうの。なんかイメージと違うわ、名前が。すいません。これ同僚かなんかいなのかな、主人公の。まあ正確には仏さんの一部だがな。あらあら、バラバラ死体かなんかですか。でも焼け焦げたっていうからね、焼死体でしょうね。どうやったら人間がこんな風に燃えるんですかね。なんかこの雰囲気知ってるぞ。この雰囲気なんか知ってるぞ。さあな。ここには型は古いがテープ記録式の防犯カメラがついていたようだ。何か事件の手がかりが映っているといいが、まあ期待はできねえか。そういえばこの三幸製薬って新型感染症の時に治療薬を開発していた製薬会社ですよね。
きな臭いですね。なんか体の一部だけしか燃え残ってないってことでしょ。なんかそれの似たのを聞いたことあるよ。あの人体自然発火現象のとなんかそういうので見たことあるのよ。見たことあるっていうか聞いたことあるよ。有名だもんね、そういう都市伝説じゃないけども、もうあの人体自然発火といえばさ、やっぱりパラサイトイブじゃないですか。確か系列病院の医師が今のめっちゃ好きだったんだよね、あのゲーム。あ、懐かしいな。なんか絶対そんな雰囲気だよね。ちょっと通して。凛とした女性、これがもしかして猫なめですか。違う。誰かな。なるほどね、ずいぶんと綺麗に燃えたものね。さっきの声と一緒かこれ。あたりにガソリン臭はなし。金髪やないか。これだけ燃えているのに椅子や地面は少し焦げただけ。ほらやっぱりこの感じ、人体自然発火の特徴と一緒じゃん。興味深いわ。ごめんね、私待ちだったわ。いちいち送らなきゃいけないから。ちょっと君、一体誰だ。誰だ。猫なめ、ババゾの猫なめと申します。普段の人間が何のようだ。校長って何。公安調査。公安、この人公安。公安のことでしょ、九段って。違う。九段、法務省公安調査庁の木島ローレンス委員会。全然違った、ごめん。私ババゾの猫なめじゃなかった。ごめん、こんな美人じゃなかったみたい。残念。金髪青い瞳の美女に憧れてたからさ、てっきり私かと思っちゃった。全然違う人だったわ、ごめん。公安調査庁。なるほど、公安ね。警視庁公安部から法務省に移動した人間がなんでここにいるのか、その理由を教えてほしいね。だって人体自然発火っていう、現場に顔を出すのは当然じゃない。ねえ、人体自然発火という異常な事態、普通の事件ではない異常な事態が起きてるから公安があの出てきてんでしょ、きっと。見ての通り、ただの焼死事件だ。お前さん方が調査する反社やテロ組織とは関係ねえよ。いや、普通のね、普通の焼死ではそうならないんですよ。それとも俺たち警察に秘密で何か調べているとでも言うのか。5年前に起きた事件の首謀者とその関係者が警察内部にまで入り込んでいた話は俺も知っている。そんなことになってたんか。それによって警察組織の信頼が揺らぎ、上層部から末端に至るまでマスコミに叩かれたこともな。ってことは警察の信用は地に落ちてるわけですね。それって確か伊能なんとかっていうカルト集団がテロを企てていたっていう。異なる能力、なんかいかにもって感じだけど。確かに昨日まで仲間だと思っていたやつが実は反社会的なカルトの信者でしたってのは笑えねえ話だ。だがそれはお前さんたち公安だって同じだろう。公安内部に信者がいたって噂もある。なんかもうそのカルト宗教になんかめちゃくちゃ支配されてんじゃん。俺が言いたいのは何も喋らんくなったぞ、ローレンス。誰を信じたらいいのかわからねえからこそお互い疑ってたらキリがねえって話だ。うん、何も喋らんとあのローレンスが何も反論しないとあの負けを認めたことになるぞ。第一発見者は誰。ローレンスユイカ、ファーストサマーウイカみたいな。なんでそんなことをあなたに教えないといけ。教えてやれ。なんかこのくだり第一発見者は清掃員の首藤有馬、教えてやれて。68歳。68歳、清掃員の首藤。なんかさ、変わった名字の人多くない。首藤ってそんなよくある名字じゃないよね。いつも通り今日も朝6時に清掃のため三幸製薬ビルに到着。ゴミ捨て場がある地下に向かう階段の途中で異臭と煙に気づき、降りた先で焼死体を発見。焼死体といっても首藤が発見した時にはすでに足だけしか残っていなかったそうです。あっという間に燃えたんやね。
まるで SHC ね。何その DHC みたいなDHC みたいなやつ。 SHC、なんだって。 DHC なら知ってますけどもね、化粧品のさ。1951年7月の夕方、アメリカフロリダ州セントピータースバーグのマンション。その SHC っていうのが人体自然発火現象のことなの？コンバッション、なんとかヒューマンコンバッションみたいなやつだよね。その日、メアリー・リーサーという67歳の女性を息子のリチャード・リーサーが訪問した。いつもと変わらぬ読書好きな母の姿を見られると思った息子だったが、そこで信じられない光景を目撃する。母親はスリッパを履いた片足と骨の一部だけを残して、体が跡形もなく失われ死んでいたの。これ実際にあったって言われてたもんね。前あのオカルト系の何だったかね、あれね、アンビリバボーだったか世界仰天ニュースだったかみたいのでも見たことあった気がするし、なんかそういうのでよくテレビでもやってたもんね。死因は高温で焼かれたことによる焼死。被害者は火葬場の温度である1200度以上の炎で焼かれたことになる。奇妙なのはそれだけの高温で焼かれていながら遺体のあった建物は炎症していなかったことだ。つまり人体の中側から燃えたってことでしょ。それ以降も同じような事件が世界各地で目撃された。体の中にあったリンがなんかね、なんかに空気に触れてどうのやな、なんてやらみたいなことを言ってたよな。1964年11月、アメリカペンシルベニア州。1986年3月、いろんなところで起きてるのよね。1988年1月、イギリス南部サウサンプトンなど、今日までに報告は200件を超えるとも言われている。200件だからそこそこ起きてるのよね、世界でね。いずれの報告でも似ているのは、出火原因が不明、被害者の体だけが燃えている。体は骨が灰になるまで焼けているが足が残るケースが多いという点。要は末端が残るってことね。体の中心部分が燃えやすくて、まあ、腕よりは足の方がより長くて末端に近いから、その足は残りやすいってことなんかね。真相が判明しないまま、やがて人々はそれらの事件をこう呼ぶようになった。 SHC、スポンティニウスヒューマンコンバッション。あ、そうそう、それそれそれ、スポンティアニス、自然発火現象と。そうそう、そうです、そうです、それが言いたかったんです。昔オカルト好きで調べたことがあったのよね、こういうの。それってたたりとか呪いとかオカルトの類の話ですか？いえ、少なくとも私はそう科学的に証明しようと思えばできそうだけども。目の前の事件が我々の知る常識では考えられない事件だとしても、その裏には必ず理由があり、生きている何者かの意志や力が働いている。私はそう思っているわ。まあそれもある意味オカルトかもしらん。たとえそれが超常的な現象だとしても。だからね、オカルトと科学は表裏一体なんですよ。でもオカルトか科学かっていう感じになってるから、やっぱりちょっと新、ちょっと流行り紙風な雰囲気の進め方になるのかな。なるほど、科学的に解決していこうみたいなことよね。追っているって何をです？俺も噂でしか聞いたことはねえが、異能教団ってカルトがやろうとしていたことは、誘拐した人間を実験台にして異能力者を作り出し、それで社会を支配するって計画だったそうじゃねえか。異能力者って何？超能力者みたいなことかな。異能力者の真偽はともかく、教団に実験台にされて殺された人間も出ている。早く捕まえてくださいよ。教団は解体されたが、奴らが行っていた実験や異能力者に関する真実は闇に葬られたままだ。
一応もう解体はされてんの。この人すぐ黙っちゃうんだよね。教団の実験は成功したと思ったのか。あれ、異能力者が誕生したって言いたいわけ？ちょっとそれ本気で言ってるんですか？異能力者なんてそんな高等無稽な。バカ野郎、俺たちが今まで見てきた事件の中で高等無稽じゃねえ事件があったか。わかりません、私初見なのでわかりません。犯罪っていうのは常識じゃ測れねえからこそ犯罪なんだよ。なんかそれっぽいこと言ったぞ。困っちゃってんじゃん、ほら清原さんが返す言葉困っちゃってるじゃん。首を突っ込みたがるのは私の性分、それ以外に理由はないわ。捜査の邪魔をしたわね、キジマ。キジマ誰？キジマってローレンさん？あまり無茶すんじゃねえぞ。お前さん一人で真実を追う必要はねえんだからよ。何、知り合いかなんか、もともと。もしかしてなんでそんな気遣うの？美人だから。ただ一つ勘違いをしているようね。なんかさ、やったら無駄にかっこよすぎる。真実を追うのは私じゃないわ。私たちよ。そのたちは誰？この警察官の人たちも含めてなの？そういう、どういう意味？なんか無駄にかっこいいこと言おうとしてんだけど。始まったね、オープニング。猫なめ出てこんかったやんかい、プロローグ。ちょ、名前つけさしといて、猫なめが出てこんかったやんかい。私はいつ出てくるの？満を持してかな、満を持して。ちょ、音楽かっこいい、音楽かっこいい。これローレンスはいいんだけどさ、この私は、猫なめは。早く猫なめを見たいのだが。あ、もしかして今猫なめいたのかな。猫なめにはその姿形は用意されてなくて、もうその場に常にいますよ的な感じなの。どうなんだろうな。私に話を一切振ってこなかったけどね。だとしたら、あの猫なめっぽい人が今のところ出てきてませんが、これかな、これが猫なめかな。だとしたらちょっとか弱すぎんか。あ、これかな、この人かな。あ、この人ちょっと強そうな目してる、意志が強そうな目してるから絶対この人が猫なめだ。最後に出てきたもん。あ、ごめんね、うるさい。うるさく喋りすぎ。3週間も経っちゃったの、また。あの後。事件はどうなったさ。中央公園。東京都新宿区中央公園、5時。もうみんな帰る。あの、ローレンスおるやんけ。なんで、関西弁だったんだろう。この人は？どうだった？なんで絶妙な距離感、何これ。他人のふりしなきゃいけないのかな、公安だから。捜査本部解散になっちゃうの？事件はお蔵入りってことかな、もしかして。解決じゃなく、遺族やマスコミへは引き続き捜査を継続しますと答えるだろうが、実際は捜査打ち切りだ。そういうのって、あの新流行り紙とかではね、やっぱ主人公たちのあれよ、あのそのあれに入るのよ。そういう仕事が主人公たちに回ってくるのよ。要は継続みたいな感じよね。継続、証拠品や調書なども処分される。処分されちゃったら継続できないやない。どうやら政府関係者からの圧力があったらしい。政府解体されたんじゃないんや。まだ、あ、一応機能はしてるんだ。異能教団の事件があって以来、文書や証拠品などの保管には政府も警察も慎重になっている。政府が関わってくるきな臭い事件ってことね。どこで足をすくわれるかわからないからな。国家転覆する可能性あるぞ、これ。怪しいものは手元に置かないに限るということだ。
黒塗りの文書を保管するぐらいなら破棄してしまった方がいいというわけね。確かに黒塗り意味ないからな。そういうことだ。ただそれだけが理由ではないだろう。誰かの意図が働いているってこと？まさか私たちのことに気づいて。私たちが裏で調査していることは誰も知らないはずだ。あ、刑事さん知ってるよ。刑事さん、緊急の時以外は事件資料の受け渡しも運びを使って君たちとは直接会うことを避けている。君たちだから多分公安仲間ではないよな。それだけじゃなく、ネットでのやり取りも足がつかないように偽名を使っているんだ。なんか名探偵コナンに出てくるあの 黒服の集団の中にこんなかっこいい人いなかった？誰かが私たちの調査を妨害するために文書を処分するとは考えず、何か別の理由があると考えた方がいいだろう。例えば事件を早く闇に葬りたいとか。そういうことだ。だとしたらなおさら私たちの手で事件を調査してみる必要がありそうね。処分される前になんか盗まんといかんのじゃ。もしかしてもう事件の検視調書だ。もうあのあれですか、なんていうの、持ち出してくれたのそれ。こんなのいいのかな。両足首から目が消失、1000度以上の火で焼かれた。この目で事件現場を見たが、足首から上が消失し骨も残っていなかった。でもさ、あの検視調査書見たとしてさ、その捜査してる人の主人公とかは現場を見てないわけじゃん。現場直接見てなくてわかるか。これだけの公安が燃えたにもかかわらずビルは炎焼していない。普通の焼死事件じゃないわね。ああ、かっこいいな、ああとか言って。 A じゃないのよ。他の物証は？急にそこ男前になった。ビルの防犯カメラ映像と焼死した被害者の遺留品、関係者の供述調書だな。防犯カメラの映像に何か映ってるかもしれないわね。なるほど、防犯カメラね。事件に関する他の資料はいつもの方法で送り届ける。ありがとう。この子の顔が見たいのよ。お、それこれ主人公だよな。猫舐めだよな、これ。相棒？清原さん？かわいいじゃん、あの赤いコート。目も赤いし。いいね、私この子なんだ、きっと。元気なのか？今でも事件の夢を見るみたい。でも赤い服の女性が、この子が猫なめだったらさ、さっき名前つけたババゾの猫なめになってなきゃいけないんじゃないか？異能教団の事件によって私たちは様々なものを失った。秋葉、君は弟を失った。ごめん、猫なめじゃなかった。また待って、猫なめはどこにいるんですか？この子秋葉さんっていうのね。でも ずっとさっきから自分かな違う、自分かな違うっつってる。岩井探偵事務所は秋葉と呼ばれた女性って書いてあるから秋葉さんじゃないんだ、これ偽名なんだきっと。所長の岩井が、岩井健二、刑務所。え、岩井探偵事務所が解体されてどうして刑務所に行ったの？警察という組織を信じられなくなった私は公安を辞め、今や法務省の人間だ。公安を辞めたの？あの後法務省、公安辞めて法務省なんて行けるもんな、そう簡単に。くら替えもいいところだよ、そんな。私たちがこれだけの傷を負っていながら、その若さで異能教団の教祖だった山野井の行方は未だつかめていない。山野井、まるで悪い夢を見ているようだ。夢だといいね。不可解な未解決事件を調査していけば、なんて読むんだこれ、必ず山の井にたどり着く。名前が、私はそう思っているわ。そうだな、
私もそう信じているよ。事件について何か分かったら教えてくれ。警察にももう少しだけ働いてもらわないとな。公安を辞めたってことはこの子が公安？もしかして今そんなことないか。分かったわ。だって特殊捜査班だもんね。公安とはまた違うよな。岩井やめろ。山野井には法の裁きを受けさせるんだ。これはどういう？あと少しで世界は浄化された。進化した人類によって世界は生まれ変わるはずだった。なんてことをしてくれたんだ。刑務所に収監されてる人でしょ。お前は探偵としては優秀だが、良くも悪くも直情的で正義感が強い。非常な決断をしなければならない時でもその性格が邪魔をして迷いが生じる。ようこそ岩井探偵事務所へ。私は秋葉と言います。なんかどういうこと？断片的すぎてよくわからん。つながりがない。言葉に言葉の一つ一つにつながりがなさすぎる。これ探偵事務所なの？猫ちゃんがいる。これさ、冒頭に出てきたブラウン管テレビのある今時ブラウン管テレビってつく？夜の10時ですよ。あ、大丈夫？うなされている声がドアの外まで聞こえていたわよ。あ、これこの姿が見えないのが今私ね、ババゾの猫なめで、秋葉な、秋葉だったっけ？秋葉紅葉って書いた秋葉さんだったったっけ？っていう人に今声をかけられてんのね。動けないのよ。でも歩き回っていろいろ調べられる風な感じのゲームじゃないのかな。悪い夢でも見ていたような顔ね。誰かに追われている夢でも見た？この辺は自分で読まなきゃいけないらしい。ここに私たちが潜伏していることは一部の人を除いて知らないはずだよ。この場所で未解決事件を調べ始めてそろそろ4年。これって同じ事務所の人かな。必ず私たちが追っている相手につながる手がかりが未解決事件の中にあるはず。それを探し出すまで私たちの戦いは終わらないわ。私がどんな見た目をしてるのかが知りたいな。私が頼んでいた事件の資料が届いたよね。同僚なんでしょうかね。さすが裏社会のウェイターね。運び屋と書いてウェイターと読む。時間ぴったりだわ。ドアとは何？どういうこと？ドアとはってドアぐらい知ってるよ。ドアでは運び屋によって届けられた事件の物証の受け取りができます。条件を満たせば外出することもできます。ドアとはってドアでできることとかあるじゃんね。閉じる。なるほど。こういう感じで自分自身は動けないけど、こうやってなんかカーソル調べられるところのカーソルが出んのね。なるほど。配達物を見る。なんかスペードのマークでさ、 257J だよねこれって書いてある。事件資料一式を入手した。あのスペードは何なんだ？物証入手。被害者の情報一式を入手した。これが被害者だったんだ。あら、かわいそうに。事件現場の見取り図と周辺の地図を入手した。事件現場の写真式と製薬会社の記事を入手した。なんか今お金があったよね。事件現場となったビルの防犯カメラの映像一式を入手した。被害者が勤務していた会社の同僚など関係者の供述調書を入手した。事件の新聞記事を入手した。ずいぶんいっぺんに入手したね。これも何島って言うんだったっけこれ、預かってるわ。被害者の検視調査を入手した。これ大事。ローレンスのことよね。
ビルのゴミ捨て場に被害者の身元を判明。退社して30分の間に起きた他殺と自殺両方の線で、人体自然発火現象。これはケース1始まりましたね。面白そうじゃん。ここで終わらないよね、さすがに。調査させてくれるよね。